今から2500年ほど前、一人の男が生まれ74年を生き、そして死んだ。それはキリスト生誕の約500年前、ブッダの存在とほぼ同時期であった。その男は後世孔子と呼ばれた。亡くなられる10日ほど前のこと、先生のお宅へ伺った。約束の時刻よりもだいぶ早く伺ったつもりだった。先生はもうすでに門の前におられた。おろおろと待ちきれぬそぶりで、まるで親に叱られた子供のように心細げに。弟子の数は3000人を超え、遠く万里にその名を知られた先生が、私ごとき一人の弟子の訪問を。志向先輩、先生はたくさんの言葉や教えを残されましたが、その時々のぬくもりや足音や笑い声もまた、その73年の生涯の中にはあったのですね。だが宗師よ、ぬくもりや足音や笑い声は、その存在をこの世に留めておくことはできない。誰もがそうです。先生とて特別ではなかった。そうだ、そうだな、特別ではなかった。だからこそ光宮先生がより懐かしい。約2500年前、中国が歴史上最も混乱を極めていた春秋時代末期。かつての統一王朝周はすでに衰え、数十カ国に分割されていた。その中の一つ、現在の山東省南部あたりに盧国という国があった。史記によれば、紀元前551年の夏、その盧国で孔子は生まれた。赤ん坊は日よめきの骨が開きすぎていたのか、頭の頂がへこんでいたため九と名付けられたとされている。姓は孔、名は九、孔九、後に孔子と呼ばれる人の誕生であった。父親は宿良骨、その良骨が60歳ぐらいの時に若い女との間に設けた子で、正式な結婚をして生まれた子ではなかったらしい。そして孔子の母親については、姓が癌、名が長在、それ以外は何も伝わっていない。孔子が3歳の時、父親が死んだ。私は先生のおそばに30年もご一緒したが、子供の頃のお話はあまり聞かなかった。私もです。先生が話したがらなかったような気がします。なぜ？さあ。正式な結婚による子ではなかったから。わかりません。でも弟子だった我々でさえ、先生が世に出られる前のことは推察するしかありません。
あれだけや。宝灸先生は15歳の時に学問を志したと言われていた。どうして15歳なのですか？15歳の時に母上が亡くなり、先生は孤児となられた。一人で生きていくため何かを必要とされたのだ。それが学問だったのですね。伝説によると孔子が母親の墓前で喪に服していた時、魯国で最も権勢を誇っていた既孫氏の家臣楊虎が通りかかったという。また戦が始まるのですか？宴会だ。既孫氏が魯国の死を招いて大宴会を開くんだ。レア孔子は長寿で後背の高い男になる。史記によると周の尺度で9尺6寸、現在の1メートル91センチ。また長寿でからのその顔は楊虎に非常によく似ていたと言われる。死の身分を持った者しか入れないんだ。お前にその資格や才能があるのか？お前は死かい？死とは下層階級の出身でありながら何かの能力を認められ身分を与えられた平民のことである。孔子にはもちろんそのような家柄も能力もなかった。生きるためにその頃あらゆる仕事をしたと先生は話しておられた。家畜の番人、ラッパ手、子守、それに葬儀の手伝いなど。でも先生はそんな大変な仕事をしながら文字の読み書きなどはいつ覚えられたのでしょうか？19歳の時には倉庫役人を任され帳簿付けなどをされていたと聞いていますが。詳しいことは何もわからないが、身分も能力もないことを思い知らされた15歳の時から人知れず努力をなさったのだろう。お言葉通り学問を志されていたのだ。だから多分単純な帳簿付けの仕事などで満足なさっていたとは思えない。史記によればこの頃孔子は妻をめとり子を設けたとある。手順は分かっているね？はい。ではさばいてください。頭を右にうつ伏せに置くのだ。お尋ねします。どうしてうつ伏せに置くのですか？なぜ頭は右なのですか？そうする決まりだからだ。どうしてそのような決まりになっているのですか？孔子よ、お前はまだ祭礼の手伝いを始めて日が浅い。言われた通りにやっていればよいのだ。知っていることは知っている、知らないことは知らない。これが知るということだと私は思っているのです。忙しいのだ。後で教えてやる。
孔子が27歳の時、丹国の君主が魯国を訪問した。この丹国の君主は古代からの行政の制度、つまり古代の官制についての研究家でもあった。今の世の乱れはすなわち政治の乱れである。政治の乱れとは官制の乱れに他ならない。国を治める者は何よりも古代の官制からより多くを学ぶべきである。古代の官制について教えを受けたいと思いますに、官制というのは礼制の一種のようですが、その根本についてのお話をいただきたいと。世を治めること、民を導くこと、それもすべて礼の心より発することと申すか。いえ、確信があるわけではございません。未熟者なるがゆえの思いにて。お前のような身分の者がなぜそのようなことに関心を持つのだ。世にはそのことの方が興味深い。27歳のその頃から、先生のことを古代の官制や礼制についての知識を持つ人として世間が少しずつ認めるようになっていったのだ。なぜ先生が古代の官制などに興味を惹かれていったのかは謎なのですね。多分こういうことだったと思う。幼い頃からの葬儀屋での仕事、祭礼の手伝い、その中で決まったように行われる儀式、そのような祭礼儀式に何度も何度も立ち会っているうち、なぜそのような儀式を行わなければならないのか、その根本、つまり道理を理解したいと思うようになったのではないかと。人とは不思議よの。本来心の道理に基づいて作られた制度も、時が経つに従って一人歩きを始め、やがて人は道理を忘れて制度に従うこと、あるいは逆らうことのみに終始していく。当時学ぶことができるのは貴族だけであった。礼、すなわち政治制度や社会規範、そしてそれを生み出すための道徳、つまり哲学的なものまで含まれていたと思われる。楽、すなわち祭礼のための音楽、芸術創作。射、すなわち弓。魚、すなわち馬車の魚し方。書、文字の読み書きを学ぶこと。そして数、喜劇と言われた古代の将棋や囲碁のようなもののことであり、また数学のことでもある。すべては身分のある貴族たちのための教育施設であり、制度であった。教えあるとも類なし。孔子30歳。教えあるとも類なし、すなわちいかなるものであろうとも学ぶことができるはずだという言葉を残している。少しずつ孔子の周りに人が集まり始め、またそれによって少しずつ孔子の名が広まってゆき、孔子は私塾を開くことになる。もちろんそれは貴族のためではなく、どんな身分でも学ぶことのできる塾であった。もし後世の人が先生をいろいろと批判したとしても、この点だけは誰もが認めなければいけないだろう。孔子先生が学ぶことの前には、全ての人が平等であるということを初めて実践なさったの。
貴族たちの学んだ礼、学、射、御、書、数のうち礼と学は同じであったが、孔子の私塾では新たに詩を加え、当時における近現代詩春秋を講義した。孔子が34歳になった年、鲁国で最も権勢を持つ3つの勢力のうちの一つ、毛孫氏の当主毛騎士が病床にあった。毛騎士は自分の指揮を察して二人の息子を呼び寄せる。13年前、わしは例の儀式に詳しくなかったため、国王出迎えの祭祀を取り仕切ることができず、大恥をかいたことがある。お前たちも我が毛孫氏の長として、いつかはそうした場面に出くわすだろう。その時のためにお前たちは学ばねばなら、この人を一仰いで。光久先生。孔子の私塾は無論学ぶ機会の少ない人々のためのものであったが、その名が知れ渡るにつれ、弟子入りする貴族たちもまた多く、孔子は決してそれを拒まなかった。学ぶことは生きるための理想を得ることである。もしその理想を実現するとしたら、時として権勢の支えを必要とする場合がある。権勢におもねたわけではないが、孔子はその出発点から現実の中に身を置いた教育者であったと想像できる。そうですね、現実から目をそらしていては先生は生きてこれなかった。15歳で孤児となられた先生のその後の賢明さがそれを実証していると思う。晩年においてさえ、先生は我々よりも現実を直視なされていた。そう、まっすぐな姿勢で。私が一番よく知っているのはこの鲁国の礼制です。だがもともとは周の王室の礼制をいただいたもの。真の礼を知るにはやはり周の首都洛陽に行って学ばねばならない。もし私について学ぶ気があるのなら、一緒に行ってみませんか。洛陽の都ですか。ん？南宮慶祝か、どうした。我が師光久先生は鲁国の賢人なのですが、周の天子様のおられる洛陽で誠の礼を研鑽したいと申しております。光久、あやつまだ学び足りないというのか。何とぞお力添えよ。では二頭立て馬車を一台、従者を一人つけてやるか。長江は先生をご存知でした。祭礼の席で何度も見かけたと。ありがたい。は？県政の支援あらば千里の道も遠くはない。王室図書館には話がついています。明日からでもお通いになれるはずです。何日かけてでもゆっくりご覧なされ。本来なら一巻一巻の言われを説明してやってもよろしいのだが、まあわしももう年だ。ただし質問ならばいつでもどうぞ。
周公により定められた法政についての書物はあるのでしょうか。北東の列、四段目の棚の奥にある。ありがとうございます。洛遊において孔子は古代の礼制についての研鑽を積むだけでなく、祭礼における学についても貪欲に学ぼうとする姿勢を持っていた。音楽家でもあり、周の国の権力者でもある長江との交流がそれを物語っている。見事です。学についてはどこで学ばれたのですか。葬儀の学体で学びました。葬儀、ほう。子供の頃のことでございます。時に悲しみの心を誘い、また違う時には心躍る楽しさを与える。学の本質とはどのようなものと考えるべきでしょうか。良い質問をなされる。私もまだ未熟者ゆえ正しい答えは出せませんが、人の心開くものが学、そうでないものはただの音ということでしょうか。これが八一の舞です。八一の舞、衆の天使様の祭礼でのみ許されている伝統の舞です。明日露国にお帰りになるとか。機会があればまた何度でも来るつもりです。学ぶということに終わりはありませんから。別れや死はどこにでもある。はい。理想などは水の泡みたいなもの、その泡が大切だと思う人間がいてもよいか。金持ちなら選別を出すところだが、私には金がない。だから一言言葉を贈ろう。今の世は聡明の死が批判好きの連中のために命を落とし、博学の死もまた噂好きな連中のために危険にさらされる。父母に仕えるにはひたすら真心を持って尽くせばよいが、君主に仕える者は身体をわきまえてこそ自らの身を保つことができるのじゃ。災いは口よりいずる。特に聡明であり博学でもあるお前のようなものは十分に気をつけることだ。先生のお言葉ありがたく頂戴いたしました。洛遊における留学は孔子を大いに勇気づけ、希望を持たせるに十分なものであった。だが孔子の帰るべき国露国はまた新たな動乱の時を迎えていた。統計のいさかいに端を発したといわれるその戦は、当時の乱れた世相を映し出していた。すなわちその時の露国は長江という国王がありながら、その実権は家来であるべき大夫の紀、宿、孟の三氏の手にあったのである。特に紀孫氏は財力が絶大であり、国王長江にとっては許し難い存在だった。つまりこの内乱は紀に乗じた国王が家来である紀孫氏を襲った戦であった。国王の勢いは孫子をもう一歩のところまで追い詰め、勝利するかに見えた。
騎兵士、最後の望み聞いてやる。クライも財産も放棄します。だが私の領地に行かせてください。ダメだ。では五両の馬車をいただければこの六国を離れます。ダメだ。お前は戻ってきてまた国王をないがしろにするに違いない。ここで自害しろ。だが国王よりも大夫たちの方が数段現実的であった。傍観していたはずの宿孫氏と毛孫氏が連合して既孫氏に味方したのである。大夫たちにとって君主は実権を持たず飾り物であってほしかったのだ。将校は敗北し国外に亡命した。もしあの動乱がなかったら留学から帰られた光宮先生は露国に落ち着き理想の実現に向かって邁進なされたに違いない。だが国は乱れており先生は国外へ出られた。その旅は後々の先生を象徴していますね。その半生のほとんどを流浪なさった先生のそれは最初の旅だった。誤解と偏見と屈辱との戦いに明け暮れた。紀元前517年、36歳の時孔子は西国に行き大臣孔祥氏の家臣になった。西の君主は慶光。孔子は慶光に謁見する機会を得た。古代の完成を知る者としてお前の名は我が国でも知る者が多い。恐れ入ります。今の天下をどう思うか。君は君として、臣は臣として、父は父として、子は子として、それぞれふさわしいあり方をなすべき時と考えます。なるほど。では国の治め方についてはどうだ。帝国は財政を緊縮すべきです。我が国は裕福ぞ。存じております。お国の民は収穫の3分の2を年貢として納めており、閣下は4000頭もの馬を養うほど豊かです。しかしお国の民は老人が凍死するなど実は貧窮を極めております。もし国家の財政を節約すれば民も豊かになります。国を治めるとはそういうことだと思いますか。よし高級、世に仕官せよ。自家の土地の年貢をお前に俸禄として与えよう。私は受け取れません。なぜだ。閣下が財政緊縮を始めるとおっしゃらない限りいただくわけには参りません。君子は功なくして禄を受けずと申します。私は受け取れません。信じること、思うことならば全てを口に出してよいという法はない。君子ならばなおさらだ。災いは口よりいずる。覚えておけ。我が国は光宮の言う通りに政治を行うことができると思うか。世は光宮を官として取り立てようと思うのだが。恐れながら申し上げます。光宮が説くところの礼法というのは非常に窮屈で煩雑なものです。もし光宮の言う通りにいたしますと、これまでの世間の考え方を大きく変えることになり、国内に動乱を起こすことになるやも。動乱？家臣たちの間に不安を招き、やがて不満の声が上がります。
が清国で説いた財政緊縮の考え方は清国の貴族たちの怒りを買い刺客を送った者もいたという。はー！孔子37歳、理想は現実の中で迫害され疎んじられた。孔子の理想は人の内面に位置するものを霊という形で現実社会に対応させようというものである。霊とはすなわち父と子の心であり、君主と民の心であり、人と人との間で必要なものは何かと考えようとするものである。戦乱の世に生まれ、人のあるべき姿、社会のあるべき姿は何かと孔子が生涯をかけて求めたものである。紀元前515年、つまり孔子が再び魯国へと帰った年、孔子は私塾における弟子たちへの教育により力を注ぐようになる。優秀な弟子たちが孔子のもとに多く集まり始める。子貢、顔回、そして子路。子路が弟子入りするにあたってはこんな逸話が残っている。おい、お前が高級か。そうだが。物を教えるのを商売にしているそうだな。君も学問したいかね。学問が一体何の役に立つっていうんだ。南山の竹は生まれつきまっすぐなんだ。そいつを矢にすりゃ牛の皮でも一発で突き通すことができる。つまり人間は持って生まれたもので全てが決まるということか。そうよ。だから俺様みたいなものには学問なんていらねえのさ。君は生まれつき力が強そうだ。町にだって俺にかなうやついねえ。なるほど、力は強そうだ。南山の竹はまっすぐだ。だがこの竹も矢尻をつけ、矢羽をつけてまっすぐに飛ぶようになった。矢尻や矢羽をつけることを考えた人がいたんだよ。学問とはそういうことだと私は思っている。矢尻や矢羽を考える人間に俺もなれるかね。孔子43歳、この頃にはすでに子、書、礼などを系統立てまとめる段階に入っていたと言われている。我々が山ほどの質問をする。先生はその一つ一つに丁寧に答えられる。でもおかしかった。同じことについて質問してもその都度先生は異なった答えをされた。そうそう、時には先生の真意が分からなくなることがあった。うん。でもそのことで我々はより多くを学ぶことができたような気がしないか。ご覧、魯国があんなに小さく見える。もしもっと高い大山の頂上に立ってみれば天下ももっと小さく見えることだろう。君主は高きに立つ人物でなければいけないということですね。でも先生、先生は前に君主は一般の人より低いものでなければならないとおっしゃっていましたが。思考よ、見なさい。大地は何よりも低いではないか。しかし大地は泉を湧き出し万物を、そして万物は最後には大地に帰る。大地は全てのものを受け入れ、全てのものを育んでいる。君子たる者もそうあるべきとは思わないかね。ある男が母親を失って夜も日もなく泣き暮らしているそうです。ん？悲しいのは本当だろうが、それは万人が見習うべき悲しみ方ではない。霊法とは普通の人でも無理なくできるものでなければならない。悲しみにも一定の程度があるものだ。決められた月日の間が明ければもう喪に服さなくてもよいのだ。ですが魯国のある者は死んだ家族の3年の間が明けるや否や
その日のうちに歌ったり踊ったり、これは先生のおっしゃる礼法にそぐわないのではありませんか。しろよ、そう酷なことを言うな。三年の間というのは本当に長くつらいものだ。喪が明けたばかりとお前は責めるが、では数日後であれば歌ったり踊ったりしてもよいのか。三年も耐えたのだ、よいではないか。本当に行かれるのですか先生。玄城の母親が亡くなった、農閑を手伝うのだ。玄城は素行の悪い男です。先生は前にくだらない男とは付き合ってはいけないとおっしゃっていたではありませんか。玄城は母親と二人暮らしだった。困っている人を助けるのは当然ではないか。息子の玄城はどこですか。川へ母親のための缶を洗いに行きました。私も手伝うよ玄城。おいおい、お前の母の缶だぞ。まあまあ、私たちが洗って持って行ってあげればよい。現状。キツネの頭は反転模様、お前のおてて、ぐにゃぐにゃおてて、キツネの頭は反転。ひどい、ひどすぎる。先生はよく我慢できましたね。私はただ子供の頃からの友を放っておけなかっただけだよ。あんな奴と子供の頃からの友。すっかり忘れてしまっていたよ。え、あの歌だよ。ん？キツネの頭は。先生にお尋ねいたします。うん。喪中は体を洗ってもよろしいのでしょうか。もちろん構わない。皮膚に病のあるもの、頭に出来物のあるものも洗ってよろしい。人は死んだ後、知覚というものがあるのでしょうか。もし知覚があるといえば、親孝行者は過分に嘆き悲しんでみせ仕事もしなくなるだろう。またもし知覚がないといえば、親不孝者は死体を捨て埋葬すらしなくなるだろう。いいかね、死後に知覚があるかどうかを知りたいのなら、自分が死ぬ時までゆっくりと待つことだ。紀元前505年、炉の帝皇5年、炉国では執政の騎兵士が死去。その子、機関士が権力を握った。しかしその機関士は自分の家臣の反逆にあう。その家臣とは、陽子であった。俺の後に続け。機関士は幽閉され、陽子が炉国の実権を握った。先生、また使いが参りました。留守だと言いなさい。はあ、しかしこれで4度目です。4度目が5度目になろうと、私は陽子に会う気はない。使いの者が申しますのは、陽大臣は昔から皇宮先生のことを知っておいでとか。私の方は知らん。知らぬはずはない。奴が母親を亡くして捨て犬のように泣いていたのをわしは覚えておる。はあ、知らぬとか。はい、
どうでもいいことか。それより私は今の高級の力が欲しい。高級のような名声の高いものが私の進化となれば私の名も上がる。どうでも私に仕官させろ。あ、お待ちください。本日は誠意をお見せするために特にこれを持って参じました。我が主人楊太人はこう申しておりました。願わくば先生も最後にはこのようなお姿にならぬようにと。明日にでもお越しくださいとの伝言でございます。今日はどうしておられるのかな。本日は所用にて不在でございます。馬車の用意を。それと礼服。先生、一体どちらへお出かけです？当然陽子の屋敷へ行く。え？今日はいないと言っていた。今行けば決して言うことを聞かなかったことにはならないし、会いたくない相手に会わなくて済む。それは残念。楊太人はご不在ですか。ならばいつかまた機会を改めまして。これで一安心ですね。先生、一応の礼は尽くされたわけですから。嫌なものは嫌だが、そのことを相手に伝えるときは細心の注意が必要なものだ。先生、あれは。豚は受け取られましたか、高級先生。どうです、管理つく気になられましたか。あなたはいつも大事をなすと言ってるそうじゃないか。今その機会が来たというのに、うんともすんとも言わないのか。それではその賢人ぶりを証明できないぞ。行員人を待たず、月日はどんどん過ぎてゆく。あなたももう50だ。さあ、もう一度よく考えていただこう。わかりました、やってみましょう。聞き分けのいい先生だ。士官を承知されたそうですね。いや。え、でも脅されてした約束など守る必要はない。先生、もしここに値打ちのある宝石があるとします。先生はそれを頑丈な箱に隠しますか、それとも売り上手な商売人に頼んで高値で売りに出しますか。もちろん売りに出すとも。しかただし、こちらにも買い手を選ぶ権利が少しだけあることにした方がよい。孔子50歳、すなわち紀元前501年、魯国における権力をさらに強大にしようとする楊虎に大夫たちが反撃。楊虎の軍はその戦いに敗北。楊虎は国外に逃亡した。孔子51歳、実力者機関士の指示を得ての初めての士官であった。時に魯の帝侯8年、
高級に問う。一言で国家を流星にするような言葉はあるか。されば申し上げます。君主たるは固く、臣下たるも優しからず。この言葉を君主たる者が真に理解したならば、その言葉こそ一言で国家を栄えさせる言葉と言えましょう。君主たるは固く、臣下たるも優しからずか。では一言で国家を滅ぼす言葉はあるか。もう一度同じ言葉を言わせるおつもりですか。一地方管理から始まった士官だが、理想に燃える孔子の仕事ぶりは周囲の理解と尊敬を得、瞬く間に上級の管理へと出世していった。そしてついに大司工にまで上り詰める。今でいう司法大臣のことである。そう、先生が大司工になられた頃だった。私が先生に弟子入りを許されたのは。そうだ、君はまだあどけない少年だった。あ、父さん。先生、最近弟子入りした宗信というものをご存知ですか。宗信がどうかしたのか。ええ、あいつ変わってるんです。父親が何かで腹を立て、宗信を失神するほど殴ったそうです。でも宗信は失神から覚めると。なかなか気合の入った殴り方だったね。父さんが丈夫なのが分かって嬉しいよ。その上、家に帰ってから琴を弾いたそうです。自分は怒っていないということを父親に見せたかったんですね。宗信が来ても私に会うことは許さん。先生、私のために何かお怒りとか。お前は自分が良いことをしたと思っているだろうが、とんでもないぞ。は？昔親孝行で知られた俊は、父親が怒って彼を殺そうとした時は一目散に逃げたと言われている。ところがお前はじっと父親の暴行を受けていた。いいか、もし毎日お前が殴り殺されていたらどうなると思う。お前の父親は罪に問われることになるのだぞ。お前のやり方は一番親不孝な行いだということだ。殺人がどんな罪か知らないわけはなかろう。お前は父親を殺人犯にしたいのか。あの時先生は本当に怒っておいでだった。お前は子供の頃から真面目で優しすぎた。その上愚鈍だった。いや、今でもそうだけど。大司工になられた先生はまず例の理想を持ってその任に当たられた。刑罰はそれを行うことを目的とするものではない。すなわち事態を刑罰が必要になるほど悪化させないことのためにある。したがって裁きはなるべくなら強化をもって、その上で刑罰を図るべきである。強化とは。強化とは罪人に罪の重大さ、そしてそれを悔いる心を生じせしめることです。明くる年の夏、魯国の帝侯と清国の慶侯が同盟会談を行った。清国は魯国に比べはるかに強大であり、同盟は魯国にとって和平を保つ唯一の道であった。決命の地は強国山。孔子はその会談を取り仕切る総令官として参加した。孔子52歳、彼の生涯で最も光彩を放った政治行動であった。あれは高級か。口先だけの書生に過ぎませぬ。ご心配なく。
帝侯殿、制約の前に今我が国で流行りの武学をご覧に入れたいのだが。お断りよ。しかしせっかく聖国の王が我が小国への心遣いぞ。お受け申す。君主を侮辱したる者どもぞ、直ちに捕らえて手足を切り落とせ。聖の国王に申し上げる。元より君主会談に流行りの武学などは無礼千万。その上式場的な卑しい仕草は我が君主を侮辱したものと判断いたしました。よってあの踊り手たちは我が国の法令に従い処罰いたします。ご依存あらば大使公を任じる私めが席を追います。しかしながらあの踊り手とも何の恨みがあって我が君主のお命狙ったかご存知ですか、稽古閣下。全くわからん。とんだ災難だったな。ではお互いに交わしました条文にご同意の署名を。承知した。安永、安永はまだか。もう一度誰か安永を呼びに参れ。安永、お前だぞ。あの皇宮の仕官に反対したのは。またまたお叱りで。このままでは小国と見下していた露国がどれだけ強大になるかわからんぞ。皇宮たった一人の力でございますか。そうだ、あれほどの賢人は我が臣下にはおらん。これはこれは、ご安心なされ我が君。世の多くは賢人ではござりません。世を動かしているのは私と同様愚人どもでござりまする。何か策があるというのか。愚人の策、きっと功を奏しましょう。がお祭り騒ぎでございます。華やかないでたちの美女が80人、それに春芽が120頭。聖国より我が国王帝侯への贈り物だそうでございます。宮の近くに専用の館を設け、毎夜舞踏の宴を開いておりますが、踊りや歌が見事なだけでなく、80人が80人ともいずれも粒ぞろいの美しさ。志向よ、お前もその宴に行ったのか。いえ、私はその一度だけ高額のためにと。聖国の策謀は成功した。帝侯をはじめ主だった大夫たちがその美女たちの虜となったのである。
その結果、祭りごとは疎んじられた。本日の会議においては、かねてより懸案の神税について。お待ちなされ、皇宮殿。帝皇のご着座、いまだあらず。太傅殿たちの姿も見当たらん。もう日も高いというのに、昨夜からの宴がまだ続いている様子。下城しましょう。今日は会議にならない。先生、いかに有能な宰相でも君主がほうけていては力が発揮できません。私は残念です。ずっと以前に私は言われたことがある。君主に仕える者、身体をわきまえてこそ自らの身を保つことができると。だがもう少し様子を見よう。あと7日もすれば雨土を祀る祭典がある。もしそれが挙行され、君主が霊法を守り臣下たちに肉を分け与えたならば、まだ望みはある。祭礼の肉は受けられたか。いいよ、そなたは。どうも我々の君主は肉を分ける気持ちなどないようだ。毎晩毎晩ご自分たちは人肉を分けておられるからな。人肉？ああ、あの女たちのな。先生は別に悪いことをしたわけじゃないのだから、露国を出る必要はないじゃないですか。一体これからどこへ行かれるんですか。行くのだよ、宗心。とにかくこの国を出よう。明日に道ある置きかば、夕べにシストもかなり。孔子54歳、弟子たちと共に露国を去る。翌紀元前497年春、孔子とその弟子たちは英国にたどり着く。英の国にこれほど人が多いとは驚いた。人が多いのは良いことだ。本当に。でも多いだけではダメだ。せっかく人が多いのだから、うまくやればこの国はもっともっと豊かになる。そうですね、豊かになればもう言うことはないですね。豊かなだけではダメだ。豊かになれば教育が普及できる。教育ができたら心の貧しさを取り除けるかもしれない。はあ。貧困は確かにその試練によって人を成長させる場合もあるが、大概は大多数の人々の心に抑えがたい恨みを植え付ける。先生、お久しゅうございます。孔子の弟子顔周遊、この頃英国で高級管理として職を得ていた。顔周遊は喜んで孔子一行を自宅に呼び、そこを住居として提供した。先生、英国についてどう思われますか。裕福で人々も誠実そうだ。英国は大いに見込みがある。実は先生、全てが順調に思える時ほど不安の種があるものでございます。つい先日のことなのですが、我が君主霊光が執政の公祝日を免職にいたしました。もとより公祝日はこの英国の貴族の中でも一番の実力者。恐れながら言われなき免職は我が一族の恥。その訳を伺いたい。訳？世の源に訳と申すのか。死罪を覚悟の申しよう、けなげなこと。
奉祝術は自分の領地保有に戻り兵を集めているという噂がしきりなのです。免職の本当の理由は？ナンシ様との折り合いが良くなかったとか。ナンシ？霊光の第一夫人のことか。はい、何人もナンシ様に嫌われては英国では立ち行きません。年に国6万とでいかがと霊光は申しております。これはまだ仕官と決まったわけではないのに年俸をいただけるとは。先生とご一行の滞在費です。大学者が英国にとどまられているだけで誇りあることだと。ありがたいことです。だがもし私の提案を聞き入れてくださるのなら国6万とは何千倍ものお返しができるとお伝えください。折よく良き時が参りましたら改めて参上させていただきます。6万とはありがたいがこの国で私の手腕を振るうにはまだ時が必要なようだ。もっと良き地があるやもな。はい。先生、どうか私めの家を我が家と思っていつでもお帰りください。ありがとう元秀優。間違いねえか。確かにヤツか。ああ確かだ。言葉も露国の訛りがある。孔子とその弟子たちが帝の国の共有というところを通りかかった時のことである。背の高さも同じだ。間違いねえ。連れがいるがどうする。奴の仲間なら同罪よ。皆殺しにするまでだ。お人々は孔子を陽子だと誤解したのである。孔子の容貌が陽子に似ていたということもあるが、かつて陽子がこの地に兵を進め共有の人々の恨みを買っていたのである。結局孔子たちは包囲され命を落とす寸前まで追い詰められた。天が今私をここで滅ぼすのなら私の理想が天にとってもここにいる人たちにとっても不要であることの証。もしそうでないのなら今ここで私と私の弟子たちが害されることはあるまい。違うらしいな。諸国をめぐり暫時英国に戻ろうとした孔子とその弟子たちは孔子術の領地保有を通り抜けようとしていた。孔子術は霊光への謀反に動き始めていた時である。なんと高級先生ではないですか。あなたは霊光に禄をいただき王宮に出仕なさっていたのではなかったのですか。弟子を連れ諸国を訪ねておりました。ではこれから霊光のところへ戻られるおつもりか。もしお戻りになるというのなら家臣たちがあなたに危害を加えないとは保証しかねます。霊光にへつらう奴らは皆
あの女に鼻毛まで舐められているんじゃないかと思えましてね。あなたはどこを舐められました？ん？兵を引け！この方たちは敵ではない！先生、もしいつか先生を味方にできたなら、私は天下を取れるかもしれません。お元気で。戻られた、高級先生が。はい、レイコー様は大層のお喜びようと。どのような方かの。は、背の高い才ある人と噂を聞くが。孔子は A に帰り、再び弟子たちと共に滞在した。夫と親しい方は皆さん私に会いに来られますのに。先生、夫人の車が門前に差し向けられました。弱ったな。今日はこれから城と出かける用事があるのだが。そういうことでしたら、また私めが責任を持ってお断りを。いやいや、元秀優、三度もお前にそのようなことをさせてはお前の官位さえ危うくしかねない。お連れいたしました。入られよ、こちらへ。なるほど、背の高いお方。学問はもっと高いのでしょうね。今日はやっとあなたに親しく教えを請うことができますわ。男女のやりとりは親しくしてはなりません。奥様は使者を立てて私にお尋ねになればよろしいのです。直接お話をする方が嬉しいわ。直接お声を聞き、お顔を見。先生はこう言っておられましたね。天下で最も付き合いにくいのは女子と小人である。親しく近づければそれらは浅ましい行いをし、遠ざければ恨むと。その通りです。浅ましき行いをなし、恨み合って、それが楽しいのではございません。かわいいのではございませんこと。さあ先生、近づきましてよ。浅ましきことを私たちなさねばなりません。さて。さて、先生は論を実践なさる方と聞いておりますが、本当に女は困ったもの。先生、ナンシ夫人のところへ行かれたんですか？うん、ただお会いした。相手はナンシ夫人ですよ先生。ただ会っただけで済まされるのですか？麗子夫人でありながら愛人は数知れず、その公職ぶりは尋常にあらず、あの公職術も結局は飽きられて捨てられたと言われております。シロよ、お前はナンシ夫人に会ったことがあるのかね？いえ、その。では何もわからんではないか。はは、は、ええ。私が会っただけと言ったのなら、会っただけと信じるしかあるまい。それはそうですが。もし私が道に外れたならば、いずれ天に罰せられるだろう。これは百花山のふもとより取り寄せた蜂蜜。おいしい。先生も召し上がれ。前の馬車には南紫夫人と麗子、後ろの馬車には孔子が乗せられた。天下に有名な孔子を麗子が国の人々に見せたかったからだと言われている。確かに禄をもらい破格の待遇を受けていたが、英国の祭りごとに参加させてもらっていたわけではなかった。孔子は
今度こそ英国を去らねばならないと思っていた。どうです先生、もう一輪男子に花を摘ませましょうか。望みとあれば倒りましょうぞ。いえ、高級目に花のかんざしは似合いません。では何が似合う。さて、孔子58歳、紀元前494年、孔子と弟子たちは秦国に向かっていた。秦の執政長官氏は長く続いた内乱を収め、広く国の内外に賢人を求めていると聞きます。先生はおっしゃっていたではありませんか。私はただぶら下がって人に食われるのを待っている糸売りではないと。その通りだよ、シロ。もし私を用いる国があれば、1ヶ月で効果が現れ、3年で大きな改革ができる。長官氏は誠に見事な君主と言われています。二人の賢人を登用し、何事も相談し、執政にまで上り詰めたそうですから。私は間もなく60だが、希望を捨てるにはまだ若すぎる。なぜだ、なぜ長官氏は二人の賢人の首をはねたのだ。黄河のほとりに着いた時、孔子たちにその知らせが伝わってきた。志を得ぬうちは二人の賢人に頼っていたと聞くが、権力を手中にした途端もう用済みだということか。長官氏、聡明にして勇者であると聞いた君氏はただの俗人であったというのか。さあ先生、参りましょう。船を雇い、この大河を渡れば秦国です。私は秦国へは行かぬ。え？ウサギが死ねば狐は悲しむ、同病相あれむという。長官氏に仕えるということは、この高級が鳥獣にも劣るということだ。先生、なんということだ。この高級はここまで来て川を渡れずにいる。私の運命もここまでというのか。俺探してきます。待て、私は行く。慶の国新亭でのこと、孔子が弟子たちとはぐれてしまったことがあった。先生、ずいぶん探しましたよ先生。町の人が見かけたと教えてくれたんです。背が高く、頭も肩も古代の聖人のような人がいたと。しかしまるで家なし犬のようでもあったと。家なし犬か。家なし犬ならまだ自分で餌を取るだろうに、私はそれ以下だったかもしれない。先生紀元前489年、呉の国が陳の国を侵略、陳を支援して蘇の国もこれに参戦。その戦いは長期戦となった。鲁国を出てからすでに10年、孔子は64歳になっていた。蘇の国に向かう途中、孔子たちはこの戦争に巻き込まれ、戦場の中をさまよっていた。
どうだった、シロ。どうもこうもこの村には人っ子一人いない。ダメだよ。みんな戦を恐れて逃げ出したんですね。最後に飯を炊いたのは5日前だった。先生、ちょっと辛すぎます。こんな時はどんな君主にでもいいから仕官して少し休みたいなどと思ってしまいます。君主がことをなそうとすればどんな時でも精一杯気を使ってしまうものだ。仕官をして休むことなどできようはずがない。では家に帰って父母に孝行します。父母に孝行するのならもっと一日中勤勉に働かねばならず、なおのこと休めるものではない。妻と子供だけだったら。妻子を相手に気を抜けるとでも思っているのか。では友達と付き合うならいいでしょう。はいはい、他人を相手に気を抜くつもりか。畑仕事だけならどうでしょう。農業は怠けていては務まらん。となりますと人は生涯休めないということになりますが。休めるさ。ほら、高くて丸いやつ。お墓のことですか。そうですね、精進君子を問わずあそこなら誰でも休める。しかしながら死もまた一大事。人生というのは本当に大事ですね。あ、先生。先生、先生。悪には悪い報い、善には良い報いと言うではないか。わしらの何も悪いことをしてないのに、もう7日も冷えさえ口にしていない。道理があるからといって必ず良い結果があると思ってはいけない。山奥の蘭の花は人がいないからといって香りを放たないことはない。君子が学ぶのは苦境に打ち負かされずに時期を待つためなのだ。苦境は君子と精進を得り分けるですよね。そうだ。君子は苦境の時にもその決意は揺るがないが、精進は逃れようと決意を変えて何でもしてしまう。でも先生、今必要なのは決意を守るためにまず飯を食うことです。シロの今の言葉は唯一無二の真理だ。皆に尋ねよう。私の考え方や行いに何が問題があるのか。なぜ世の中は私を必要としないのか。先生の説かれる道理が大きすぎるのではありませんか。もう少し柔軟になられて君子たちに迎合なさったらどうでしょう。道理の大きさよりも先生の人徳と知恵が相手に伝わらないのだと俺は思う。先生には人徳もあるし柔軟さもあります。世の中が先生を重用しないのはただ単に君校たちが間違っているのです。眼界まだ出会っていないだけです。先生を必要とする君校に。眼界よ、将来お前が大金持ちになったら私を番頭にしておくれ。眼界は物静かな弟子で誰よりも一途で純真であった。孔子は多分眼界の一途さを眩しく思ったに違いない。それはかつて自分が持っていた一途さが長い旅の果てに、それほどに長い旅であった。孔子には多くの優れた弟子たちがいた。この善久もその中の一人である。孔子の元を離れ鲁国に仕えていた善久は国境を侵犯した西国軍に兵を率いて応戦、見事西国軍に勝利した。見事ぞ善久、保証を取らす、望みを申せ。我が身今ここにありますは全て師・孔宮先生の教えの賜物。
し、もしここにあらば私の100倍もお国のために役立つはず。だがその鹿国の偉大なる才能は今なお他国にあり、やがてはいずれかの国が重用いたしましょう。それは我が鹿国にとっては愚かしい損失にございます。それに申せ。それに今年御年68歳、世継ぎを共に野宿するにはロの愛好11年、紀元前484年、君主愛好は孔子を鹿国に呼び戻した。実に14年ぶりの故郷への帰還であった。国老という厚き待遇をもって迎えられた孔子だったが、再び鹿国の国政に参加することはなかった。時に孔子69歳。先生にお尋ねいたします。先生のご覧になるところ、眼界はどんな人物ですか？私より誠実だ。では思考は？私より聡明だ。では思慮は？私より勇敢だ。善久は？私より物腰が重厚だ。これは不思議です。そうなりますと先生は何で彼らに教えるのですか？だから私が先生でお前たちが生徒なのだよ。は？劣っているからこそ優れているものの価値が見えるとは思わないか。はあ。やっと自分が教育者であることを自覚したということだよ。翌年眼界が死んだ。享年32歳。まっすぐに学問に打ち込んだ眼界、若くしてその髪はすでに真っ白であったという。先生、お部屋へお入りください。紀元前480年、英国に内乱が起こった。望まれて英国の家臣になっていた白にとっての悲運であった。君主は死する時も冠をせねばならず。シロは息絶えた後、その肉を切り取られ料理され、敵側の将兵たち大勢に食されたと。72歳の孔子にとって愛する弟子たちの死は大きな衝撃であった。誰か思考を呼んでおくれ。すぐに呼んでおくれ。はい。思考殿はただいま役所への出仕中でございます。用向きならば私めが。用がなければ呼んではいけないというのか？ただ弟子に会いたいというのではいけないのか？思考よ、思考よ。お待たせしました、先生。思考よ。はい。眼界だったかな、それとも白のやつだったかな。はい。もうだいぶ前のことだが、何人かの弟子とその志について語り合ったことがある。ええ、
ありました。みんな大きなことを言っていた中で一人だけこう言った。春の終わり、初夏の頃、岸辺にはそよ風が吹き、友人や家族と水浴びをする。やがて夕日の落ちる頃、皆で大声で歌を歌い家路に着く。そんな一日があることが私の志ですと。誰だったかな、そう言ったのは。それは先生がおっしゃったのですよ。そう言いかけて志向は口をつぐんだ。翌紀元前479年、炉の愛好16年4月、孔子はこの世を去った。享年73歳であった。始皇は孔子の死後、その墓の近くに小屋を建て、6年の喪に服していたのである。もういいでしょう、始皇先輩。先生は生前、喪は3年で十分だと言ってらした。過ぎた喪は不要だと言ってらした。私が旅を切り上げてここに来たのは、先輩にそのことを言いたくて。いいんだよ、宗師。私は心の命じるままにそうしているのだ。天空の風が吹きまくる。天空の雲が流れる。吹きまくり、流れる。雲は雲、風は風。